4月の30日、今朝の9時半です。今日の天気、晴れました。晴れました。実はね、昨日夕方から、結構雨降りまして、どうなのかなと思ってたんですけども、今日はね、晴れてますね。青空になってます。ただいまの気温何度？やっぱりちょっと寒かったね。昨日ちょっと寒かったんだよね。11度、しかありません。ちょっと寒かったです。あれからね、1週間、どんな感じに変わったのか、ちょっとご紹介の方させていただきます。パキフィズムさんとかね、こちらなんですけども、前回も話した通りね、なんかぷっくりして、なんかまた少し復活してきたかなみたいな感じがします。ちょっと危なかったね、本当にね。あの時のパキフィズムさんの影がないです、全く。こんな感じです。あと、花鶴草さんはね、こう立派な葉っぱ出てる。こんな大きい葉っぱ、ちょっとあんまり見たことないような気がするんだけど、結構立派な、葉っぱ出てるね。で、いろんなとこから葉っぱ出てきてるんで、良かったかなと思ってます。あとはカーネーション。四星さん、こちらの方が、見てください、これ。ついに割れ始まりました。ピンクのカーネーション割れ始まりましたね。いい感じです。あとのね、5つはね、まだつぼみらしいのは出てません。これはね、部屋の中で出たつぼみだからね。仕方ないわね。あと、三星さん。三星さんの方も、まだつぼみらしいのは出てないな。そんな感じになってます。それと、椿王将くんさん。もう間もなくね、終わりに近づいてます。花の方もね、咲かないでボタッと落ちるような、そんな状況になってます。唯一これだけだね、これ。唯一これだけ。なんかいい感じで、ここにもあった。いい感じで咲いてますけども、開く前にね、ボタッと落ちるようなね、そんな状況になっております。もう終わりですね、そろそろね。それと、立木のバラさんがね、ものすごいです、今。こんな感じ。すごいよね。ほら、立木のバラさん、こんな感じになってます。つぼみの方もね、結構ね、大きくなってきてるような、そんな状態です。一番手前がホットショット三星さん。つぼみ一番大きいのはこれ。ほら、こんなんです、もう。大きくなったね。その下にね、つぼみ1、2、2個ついてる。後ろにもあんのかな？ 3 個ぐらいついてそう。いつもね、こんな感じで、ほら、ここにも、大きい横にね、つぼみが2つ。こんな感じで咲いてくれます、いつも。ここも同じだね。大きいつぼみの横にもまたついてるね。すごいんだよね。春一番のね、つぼみはこんなつき方です。だいたい4個か5個ぐらい。一番この先端にね、つくような、そんな感じの、咲き方してくれます。同じくホットショットのこちら4世さん。4世さんもね、ほら、つぼみここまで大きくなってる。同じく今見えるだけで2つ。大きいのと小さいのと2つ。こっちは3つだね。1、2、3。4つだ。4つついてます、やっぱりね。ホットショットさんはすごいんだよね。あと言い忘れましたけど、このホットショットさん、三星さん、今年の秋にね、地植えの方をしようかなと思ってます。地植えしちゃうね。そんな感じで、思っております。それとその隣が、薄いピンクのバラひろこさん、三星さん、こっちの方もね、ようやく、先週はそんなんでもなかったんだけどね、
今週ようやくね、ぐーっと伸び始まりまして、今ね、30センチぐらい、伸びたかな。先端これつぼみだね。ほら、これつぼみで先端全部いい感じでね、つぼみついてますね。こんな感じで、薄いピンクのバラひろこさん、三星さんもね、ぐっと伸び始まってます。その隣が、ロマンティックアンティーク、三星さんです。こっちの方もね、ぐんぐん伸びてまして、つぼみがね、ここまで大きくなりました。うわ、すごいね。これはね、先端に1個だけしかつきません。こんな感じになってます。今、2つかな、2つだね。先端2つ、つぼみついてます。あと、その隣の、ロマンティックアンティーク三世さん、こっちがね、なんかいまいちちょっとね、そういう感じじゃないんだよな。横からこうシュート出たんだけどね、これね、これシュート。これね、シュート出たんだけど、そのシュートもね、いまいち元気がない。なんでしょうかね、わかりませんけども。あと、その親が、こっちは二世さん。二世さんはね、先端全部つぼみついてます。ほら、ここまで大きくなって、今回いっぱいついてる、つぼみ。あれ、初めてこんな、1、2、3、4、4つついてるね。あ、5個だ、5個ついてる、ここにもある。すごいな、今回。そんな感じでついてなかったんだけどね、いつもね。あ、ここは1個、まだわかんないけどね。ここにも1個。ホットショットさんみたいな感じでね、咲こうとしてます。すごいね。あと、その隣がですね、くちなしの花さん。くちなしの花さんもね、徐々にね、こうつぼみらしい感じになってきてる。これ多分つぼみだと思う、これ真ん中。まあ、そんなに咲かないけどね、いくらかでも咲いてくれればね、嬉しいね。あと、一番奥が欧弁慶祖さんはね、だいたい20センチぐらいまで、大きくなってます。こんな感じです。それと、こちらに来まして、クレマチスさん、一番端の方がプリンセスダイアナさん、高さがね、ここまでなってます。もう完全に私の背丈を超えてます。ここまで伸びてきてました。まあ、つぼみっていうのはね、もっともっと伸びないと、一番上まで伸びてくれないと、いつもつぼみつけてくれないので、まだまだそんな感じじゃないと思います。あとは、老口さんもね、多分同じぐらいまでいってます。もう分かりません、どれが老口さんか。もうね、分かってません。老口さんもね、結構ね、本数出してくれたと思うんだけど、1、2、3、4、5本出してるね。プリンセスダイアナさんはね、結構すごい出してる。20本ぐらい出してるんじゃない？老口さんは5本、出してます。どこまで伸びてるかはね、もうちょっとね、わからない。たどっていかないとわからないです。あ、でもここら辺かな、老口さん。ここら辺か、もうちょっと上まで行ってると思いますけども。あと、その隣がテッセンさん。テッセンさんは何本出した？テッセンさんもそんなに出さないんだよね、いつもね。2本しか出してない。2本しか出してないね。いつもね、そんな感じなんだよね。クリスパさん。クリスパさんはね、何本出したのかな、これ。クリスパさん。今回出してる、結構。1、2、2、3本、4本。クリスパさんね、4本出してます。クリスパさんはね、ずーっと来てる。どこだ、ここら辺かな、ちょうど私の、頭ぐらいまで。まあ、でも高いとこにあるからね。そんな感じ。あと、白前さん。白前さんは多分ね、もっと行ってるような気がします。何本出してんの、して白前さん。3本、3本出してね、結構上の方まで行ってんじゃないかなと思うんだけど。 そんな感じになってます。
最後にね、クリスマスローズさんです。自宅で植え付けしまして、咲きましたというか、本葉が出ました。クリスマスローズさん2、4、6、8と13。あとね、ここにもう一つあります。これ多分大丈夫だと思うんだけどね、これね。まあちょっとわかりませんけどね、もうね、葉っぱ出てるやつはね、もう多分大丈夫だと思いますけども、こちらの方、これぐらいまで大きくなってます。あ、ほら、本葉の下にもう一つ出てきてる本葉が。ここまで育ってきましたね。いい感じです。それと、友達からもらいました。クリスマスローズ、なんかこんな花が咲いてたとこの下にあったやつっていうことで、何が咲くかも分かりませんけども、ここまで、大きくなってます。どうなんだろうね、これは私何植え直したもやつ、なんでちょっとね、植え直した方がいいのか、もともとこの一つに一個ずつ種を植え付けた方がいいのかちょっと分かりませんけども、まあ、植え戻した時にちょっとね、なかなか難しいんだよね、植え付けするのはね、曲がったりして、まあ、そこら辺がねどうなのかなとは思っておりますけども、こんな感じ。あと同じくその後にいただいたもの、これも私植え戻したやつ、まあ土がついてないので来たんで、こんな感じで植え戻しましたけども、こちらの方もね、まあ根付いてくれてるかなと思いますけども、こんな感じになってます。花はね、あんな感じの花、ダブル、セミダブルとかって言ってましたけども、ちょっとどうなるか、何が咲くのかが分かりません。それと、バラさんです。こちらが昨年の9月に鉢上げしましたバラさんです。こちらの方もね、葉っぱね、いい感じになったよね、ほら。ね、で前回言ったけどね、多分この色が似てるからね、この色多分ロマンティックアンティークさんかなと思ってるんだけど、あと上がホットショットさんのような気がします。分かりませんけども、多分そんな感じだと思います。それと、これ、挿し木したクリスマスローズさん、ここまで、ほら、ここまで復活しました。挿し木したやつ、これ5月に挿し木したやつ、いい感じでね、復活してます。あとはね、もう一つ9月に挿し木したやつがあったんだけど、あれはね、残念でした。ダメでした。完全にダメになってました。あと、ここにある5鉢。これはね、今年1年苗を購入しまして、1年苗。だから今年で2年目になるのかな？なんかもうちょっと経つような気がするんだけどね。なんかそういったことで、今ここまで育ってます。今年2年目なのかな、よくわかりませんけども、そんな感じになってます。あとその隣、これ全部シングルですけども、ここに18あります。これはね、今年の、2月に2年苗っていうのを買いまして、今、ここまで育ってきてます。あれから葉っぱもね、こんなでっかいのがね、ほら、続々後ろに出てきてるし、いい葉っぱが出てきてるからね、いい感じかなと思ってもいますけども、どんな感じで育ってくれるかね、楽しみです。それと、今回ね、いっぱい咲いてくれました。昨年の、2月に2年苗を買いまして、ということは、まあ、今年で4年目に入るんですけども、クリスマスローズさん、ピンクブローチさんはね、前回、花枝剪定も終わりまして、こんな感じで、すごいね、いっぱい出ましたね、葉っぱもこんな感じ。
まあ、花の方は終わっちゃいました。あとはその隣が、イトピコティさん、ダブルピンクイトピコティさんもね、もう終わりですね、花の方が。ほら、もう終わりです。ここにつぼみ1個あるんだけどね。あ、ここにもあった。ここにもあるね。どうしようかな、迷ってます。まあ5月にね、もう入りますしね。まあもう剪定でいいかなとは思うんだよね。剪定しますか。まあもったいないっていうか、もったいないということではないんだけど、もうね、今回ちょっと最後ということで花枝剪定しちゃいます。これだね。ありがとうね。花枝剪定しちゃいます。あとこれかな。これもそうだな。わあ、下からつぼみらしいのが出てる。根っこの方から。これ、もういいな、でもな。これも切っちゃおう。花枝剪定します。あとこれ、つぼみ1個あったんだけど、これもつぼみなんだけど、これもいいです。もう切っちゃいます。下から。こんな感じで。ありがとうございました。伊藤ピコティさん、今回はね、終了で花枝剪定しちゃいました。葉っぱもいっぱい出てきてるしね、いいと思います。はい、ありがとうございます。それとその隣が何だっけ、ダブルアプリコットさん。これはね、もう前にね、花枝の方、剪定終わりまして、今葉っぱだけになってます。結構生い茂ったね、葉っぱね、いっぱい出てきてます。いい感じです。その隣が、ダブルイエローさん。これについてはね、ちょっとね、葉っぱが出てきてないんだよね、葉っぱが。でもね、もう花枝もね、そろそろ、もう終わりだから、もう切っちゃおうかな。そう思ってます。葉っぱが出てきてないから切ってもいいかなと思って迷ってるんだけどね。これもうちょっと切っちゃいましょう。終わりでいいと思います。ここ2つだな。もう切っちゃいます。はい。ありがとうございます。葉っぱないんだよな。大丈夫かな、これ。出てくるかな、葉っぱ。わかりませんけども。はい。あとその隣。これは、ダブルホワイト。ダブルホワイトさんもね、葉っぱがすごいいっぱい出て、いい感じになってまして、ここに最後の花が、ありますけども、これもね、今日で、花枝剪定して終わりにします。これかな？あ、これだな。これも花枝剪定して今日終わりにします。はい、ありがとうございました。こんな感じですかね。いい感じだったね。綺麗でした。はい。それとその隣がなんだっけ、ダブルピコティさん。ダブルピコティさんもね、うわ、大きくなってた種、やば。ダブルピコティさんもね、もう終わりですね。で、今回、花、種は取りませんので、下からね、剪定の方したいと思います。これいいな、もう切っちゃおうか。これもう終わりにします。んな感じ。もう一個、これもね、もうそろそろ花終わりだからね、これも切っちゃおうか。そうだね、終わりにしましょう今回は。それとその隣、ダブルレッドさん、こっちの方もね、もう終わりです。これまだ咲いてるけど、もう終わりだね。どうしようかな。寂しいね。もうちょっとなんだけどね、綺麗に咲いてるんだけど、つぼみをここまで
ここまでつぼみ大きくなっちゃったからな。そしたらね、今日は、もう終わったやつだけしとこうか。終わったやつだけ剪定しておきます。こんな感じ。これ2本だけちょっと残しておきます。多分もうちょっと伸ばしてくれるだろう。そんな感じかな。うわ、すごいいっぱいになった。それとその隣が何だっけ。あ、これはダブルイエローさんね。これはすごいね、葉っぱがね。ものすごい勢いで葉っぱがね、出てます。いい感じです。多分ね、もうこれ植え替えしないとないんじゃない。そんな感じがするな。植え替えしないとないかもね。これもちょっと様子見ます。あとはね、ダブルレッドさん。こっちの方もね、もう終わりだ。あ、もう種大きくなってきてる、これ。やばいやばい。これね、終わりなので、これの方もね、剪定しちゃいます。花枝剪定です。下の方から。これだな。これもかな。これもだね。はい。こんな感じで、花枝剪定しました。葉っぱがね、結構出てきてるから、いいんじゃないですか。それと、シングルピンクピコティさん。いい感じで葉っぱ出ましたね、いっぱいね。新しいのもね、まだまだ出てきてます。と、後ろのシングルピンクピコティさんも。こんな葉っぱでっかいのも出たしね、これ。ほら。ほんでもっと新しい葉っぱも出てきてるし、いい感じです。あとは、シングルレッドピコティさん。もうこんな感じで新しい葉っぱが出てきてます。こっちも同じ、シングルレッドピコティさん。こっちも結構出てきたね、葉っぱね。まあ来年は咲いてくれるでしょう。あとはね、復活したやつ。ほら、こんなでっかいのになっちゃった。これシングルピンクスポットさん。こんな立派なのが出ました、復活して。あと1本、ほら、新しいのがここに。いい感じです。今回ね、まあ、1本を残してね、すべて、花枝の方も剪定しまして、今回ね、クリスマスオーさん、我が家ではね、もう終わりです。なんか寂しい気持ちもありますけども、まあ仕方ないですね。あとはクレマチスさん、に頑張ってもらって、そんな感じになってます。バラ様だね。あれから1週間でね、こんな感じになっております。また1週間でね、どんな感じに、変化するかね、楽しみです。この後画像何枚かありますので、そちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。昨日ちょっと寒かったからね。まあ天気は良くなったけども、まだこの時間ではね、私今いるとこはね、ちょっと寒いです。空はね、こんな感じ。青空なんだけどね。まだね、ちょっと寒いんですよ、実は。まあ日陰なんで、まあ日中はね、結構、気温が上がるような、なんかそんな感じがします。